時代遅れモサスキン。皆さんモサスキンとはご存知ですか？一般的にはモサの人がよく使うスキンという意味ですが、それは時代とともに移り変わっていくもの。もしあなたがモサスキンを使っているのであれば、それはもう時代遅れということで、今回は今のモサは使わない時代遅れモサスキンを総勢やつ紹介していきます。バンガロールのスキン、クリムゾンクイーン。大好きなバンガロのスキンです。よく愛用してますし、モサもよく使ってる。だから俺も使ってる。でもそれはもはや過去の常識。今のバンガ戦はもうこのスキンを使ってはいない。このスキンはシーズン8のエイペックス2周年イベントにて登場しました。当時のこのイベントはもう革命的でしたよ。なんせコンプ報酬がスパルジェシャードでしたからね。かなり多くの方がエイペックスにその2万円をね、放り込んでましたよね。あ、お前お賽銭が何かか。ではなぜこのスキンがモサスキンではなくなったと言えるのか。それはもう販売から2年以上も経っており、モサスキンというよりも古参スキンというイメージの方が強くなってきた。これは一種革命と言えるでしょう。モサが愛用するというだけでなく、登場し時間が経って熟したと言えるでしょうね。でもこのスキンといえば、あの世界に誇るバンガ戦も愛用してるぞと。まさにそれ、尊敬とリスペクト。その1で皆さんはスキンを買ったことでしょう。俺も全く一緒ですよ。どうでしょう、今すぐにでもこのスキン使いたくなってきたでしょう。そうなんですよ、この動画は皆さんが愛用するモサスキンを批判してバカにしたい動画ではありません。そのモサスキンをただのモサスキンではなく、新たな価値を見出し、さらに好きになってもらおうという動画です。 Only win the モサスキン。さあ皆さんはどんなスキンがモサスキンだと思えるでしょうか。強いノロの人が使っていたスキン、モサ配信者がよく使うスキン、あれだな、バツネさんがよく使うスキン、これぞというのがあれば、ぜひともコメント欄で教えてください。次回新時代のモサスキン編、乞うご期待。ライフラインのスキン、守護天使。シーズン17中盤あたりからキルポとボーナスがなくなり、あれがバグではないと発覚した。なぜかボーナスがたくさんもらえるよということで、ライフラインはピック率が急上昇しましたよね。ああいうのやめ、いじめと一緒やで。さてこのスキンも昔はよく見ましたよね。俺もライフラインはね、4年に一度使いますけど、このスキンやっぱ愛用しちゃいますね。神々しい天使みたいでかっこよくて、何よりバナーと組み合わせたらえーぐいんだよね、これ本当に。でこの喉の怒り、でも画面ではなぜこのスキンがもうモサスキンではなくなってしまったのか。最悪の再販。というのもこのスキンは一度エイペックスから追放されました。なんでって感じですけど、そこに関してはなんでって俺も一緒っていうね。シーズン12までストアにはエディションという欄がありました。これはエペコインで購入するのではなく、リアルマネーの取引によって買うものでした。それにはチャンピオンエディションというキャラを全開放してくれるものだったり、あと神スキンね。でもそれはシーズン13が開幕すると同時に消され、それまでにエディションスキンを持っていたエペミンはなんという高揚感、ワクワクとドキドキで、そのスキンを使うためにそのキャラを使ってたことでしょう。ですがその幸せは通過の間、まさか見事に再販されましたね。これだけでは済まない。その他のエディションはマンスリーの欄から常に買うことができるようになりました。そうです、つまり前までは普通に買えるスキンだったが、いきなり消され、いきなり価値が高騰し、新しくニキビができ、そして再販されましたよと。よってモサスキンではなくなりました。ちゃんちゃん、はい。これモサの人も案外使ってる様子でしたけど、なぜかそのね、初期スキンが増えたよね。ただポテンシャルは神。でもこれはスキン自体の評価ではなく、バンドル自体の評価。このバンドルのすごいところは、ライフラインのスキンだけでなく、ライフラインのこのバナーなんだよね。こんな感じで両端の翼が羽ばたいている感じでね、これがもうこのスキンとびえない。だけでなく、ライフラインの良さをなお引き立ててくれちょる。あともう一つ注意点なんだけど、これプラトロのスキンね、これ企画品よりもクソ見にくいから注意して。俺わざわざエディション買ったけど、訓練場で1回使って、その場で捨てた。撃った、消した。魔女っ子レイス、虚空少女レイスって呼んでいるのは俺だけなのかな。多分そうなんですよね。世の中ってこういうもんなんですよね。誰もが誰しもモサスキンだと思っているこのレースですが、今ではもうそれは過去の常識。このスキンはシーズン3で初めて来たハロウィンイベントにて登場しました。時期自体は超古参ですよね。ハロウィンイベントのようなシーズンイベントは毎年毎年決まった時期に来るようになってます。なのでこのスキンは決まって再販されてしまう。あーやばいやばい。なので初めの年はモサがめちゃ勝って、その実力でエペミンを魅了し、このスキンはモサスキンだと誰もが思い込み、そして次の年案の定再販され、モサスキンだと囃し立てられた結果、みんながこのスキンを買ってしまい、持ってる人が爆増増えました。でもまだモサスキンだった。しかしエイペックス4年の歴史で度重なる再販によって、このスキンはモサスキンではさすがになくなりました。もうときめかないよ。あと他にいいレースのスキンが出て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 出まくっててくれてありがとう。
過去のモサスキンはほぼ淘汰されました。よっぽどのもんじゃない限りね。ですが皆さんにはこれを知っていただきたい。この時期と同時に出たカボチャブラハはまだまだ現役のモサスキン。見た瞬間逃げろレベル。逃げるな、ひょまだ。モサブラハ戦はなぜかこれを愛用する癖があるため、当分このスキンがモサスキンから離れることはないでしょうね。ただこの魔女っ子レンシちゃんみたいにいきなりモサが別のスキンに移る可能性はあるので、油断大敵雨あられ。とはいえ我々昔を知るレース戦のような人間はどうもあのスキンには言葉にならない憧れがあるってもんですよ。なので俺は思うんですよ。このスキンをモサだと思ってくれているレース戦がいるのであれば、今年のハロウィーンイベントはけじめとして買うというのはどうでしょうか。俺は何度も迷った。44万円課金しててあれですけど、俺はこのスキンまだ買ってない。でも今度こそはけじめとして魔女っ子レースちゃん買おうと思う。ちょっとあの来ないと合わないのがもううざい、キモい、ごめん。パスファイダーのスキンエレガントメカニクス、巷ではペプシマンのパクリじゃないかと噂されておりますが、おいおい天下のイエス様がそんなわけなかろうかーい。大丈夫だよね。このスキンが出た時は戦闘機構に次ぐモサスキンになるんじゃないかと思いましたが、案の定見事モサパス戦はこぞってこれを使い使いに使い倒され、今その時代はもう終わりを告げました。このスキンはシーズン10コレクションイベントエボリューションにて登場しました。ランパートスパルジェの時ですね。当時のこのイベントはもう革命的でね、俺はこの時から本格的に動画投稿を始めましたね。その時から見てくれている人いますかね。もし言ってくれたら、あの俺が勝手にですけど国民栄誉賞をあげますね。ではなぜこのエレガントはモサスキンではなくなってしまったのか、こちらのスキンをご覧ください。ギルデッドセンチネルというスキンなんですけど、完全な色違いですよね。そう、まさにこれが原因であるぞと。上位互換、確かにエレガントさんにしか見出せない価値もありますよ。でもそのほとんどがこのギルデッドさんでもできますね。まさに自分自身がそうなんですけど、俺はエレガントさんが欲しかったけども、ギルデッドさんが来まして迷わず買いましたからね。それからというものエレガントさんへの興味はなくなりました。いきなりこうスッとなる感じね、雰囲気で言うとね、貧血みたいな。つまり要するに完全に上位に互換されるスキンが出てしまったと、こういう場合もあり得るんですわ。いやまだ待て、こっからが革命フェーズです。エレガントさんには根強いファンが多い。たとえギルデッドさんが出たとしても、まだモサはエレガントさんを使う人もいます。なのでたとえ時代によってエレガントさんがエレガントじゃなくなっても、負けじと俺は押していきたい。1マイル2マイル3マイル押して、マイルなんだこれ。ネメシスのスキンストリートガール、はよ弱体化せー。過去の相棒の悪口を言うのはまあ申し訳ないんですが、ネムシスには強く当たれば強く当たるほど盛り上がる。歪んだエーペックスに乾杯。ネムシスが実装された時、モサは軒並みこのスキンを使ってた。というのも当時はネムシスのいいスキンはありませんでした。なので常時販売の中でもまあそこそこかっこいい見た目のこいつがまあ選ばれたってわけさ。なのでモサはこのスキンをこぞって使ってたけども、ある時ネムシスの全てを変える革命、いやエボリューションが起こった。シーズン17コレクションイベントキラーモードにてこんなネムシスのスキンが登場しました。ザ・クリーナー、キアミスキンが来たって思いましたね。そうです、まさにこれも先ほどのエレガントさんと同じ完全上位互換の登場。見やすさもほぼ変わらない、見た目は圧倒的クール。ついでにホライゾンスパルジェよって、巷ではストリートガールを使うモサはいなくなり、いたとしてもザ・クリーナーを持っていないモサの方々。では今ストリートガールを愛用している方々へ、そうですね、全然いいと思う。ピースキーパーのスキンオールドブルー、ピースキーパー界の巨匠オールドブルー監督ですよ。憧れ中の憧れ、サッカー選手や野球選手、パイロットや宇宙飛行士、そんな感じ。皆さんまずモサとは何でしょうか。そうですよね、まあマジ強い人ですよね。ではモサの基準とは何でしょうか。そうです、圧倒的ピースキーパー。いかにピースキーパーをうまく使えるか、ここなんじゃないか。このスキンは常時販売のロンスターの入れ違いで登場しました。このオールドブルーはね、とにかくプロとモサが愛用してまして、いや北極光だろうと思ってたんですけども、それは常識すぎるので今回はオールドブルーを選びました。ではなぜそんな神モサスキンがモサスキンから落ちたというのか。悪魔の再販、はい、運営という悪魔によって再販されたのが原因でしょう。でも再販されたくらいなら他にもあるんじゃ。その通り、全くもって大正解。ただこのスキンだからダメという理由が2つほどありまして、1つ目は2年越しの再販。ついつい先日エーペックスに革命が起こりました。先日実に2年半ぶりにオールドブルーが再販されました。これすごいぞマジで、俺はもう感動したよ。ストアを開いた瞬間、オールドブルーや、はいオッツ
目が点になったと同時に鳥肌がほら見てこれ2メートルだった。二つ目、色違いスキン。はい、これが最大にして最悪の理由ですわ。普通のスキンであればエペコインを要しますが、色違いスキンであればレジェンドトークンが必要です。これはつまり無料でもゲットしやすいぜということなので、色違いスキンは一度再販されてしまったら一気に価値が下がってしまうという傾向がある。とはいえオールドブルーはガチの神スキン。俺はもう北極光から移行しようかななんて思っちゃったりして、古き良きはオールドブルー、近未来志向は北極光、どっちもロッチで最高や。レイスのスキン、冷酷な女神。以前までモサレイスは冷酷な女神というのはもう常識だった。もはやこいつを見た瞬間は背を向けて逃げろとまでな、ほんともね言われてましたよね。こうね、逃げろって言われてましたよね。言い過ぎ過ぎ過ぎですが、食べ重なる再販によってモサであるという価値は薄れていきました。というのは他のも同じ。これには冷酷な女神にしかないやばい理由があるわけです。挙句の果てに色違いスキンが出てくる始末。エレガント、こういうこと多くないか。嬉しいけどね、レース戦としては。でもエレガントとは違う部分なんだけど、上位互換ではないんだよね。そう、ダークアパレーションが出たことによって逆に冷酷な女神がよく見えてきた。なのでこういうお互いがお互いを高め合う形のモサスキンもあるぞと。時代遅れとは言いましたが、むしろ冷酷な女神に関しては再販されるたび価値が上がるというか、名声が上がる感じがするんだよね。強くなりたい、モサになりたい、そんな方はまずは見た目からでも磨いてみたいかがでしょうか。見た目から磨いたって中身がどうしようもなかったら終わりでしょうが、甘すぎる。なんで形からでも入らない、中身から入ろうとするの難しいだろ。だからまず側から入って気分を高めて、こうステップ1を踏み出すよって話。中身のない側だけの人間を目指してみよっか。では本日ラスト第1位はこちら、初期スキン。エーペックスをインストールした瞬間にもらえるスキン。上手い人は初期スキンは使わない。初期スキンだから強いんじゃない、モサだから初期スキンを使うのであって、その逆はありえない。初期スキンもかっこいいところあるけども、俺はいろんなスキンを使ってエーペックスを楽しんでいただきたい。逆に初期スキンが強かったらよからぬ予想が立つけどね。ではまた、ウェー。